新宿の焼き肉屋さん行ったんよでうん、うん、ちょっと軽く減ってたからまあ1時間食べ放題って返したから黒バーの鍋と行ったんやんうん、うん、ほんで客誰もおらへんがって<ー>ほんで好きなうだけ食べてって言うから「え肉とかないんですか?」って「いやあそこらセルフサービスなんで取ってください」って言うわけや<ー>あ分かりました珍しい肉大量に取って「お<ー>あい鍋食うだけ食うぞ食って帰るぞ」ってバッ、うん、ほんで火つけたんやん、うん、弱いの火がまず。 弱火ぐらい<ー>ですみません、これもうちょっと強くしてもらえませんか,<ー>か韓国の人やったんやけど、うん、うちではそういうシステムではないですからって言われてそうなんですかつかないですけどね、うん、いやついてますけどこ,これで焼いて食べてくださいってうお<う>はっって焼け,けへん、焼けへん全然やこれ何、とんちつかいってことと思って <laughs> で鍋も珍しく鍋がいや兄さんもう今やったら間に合うんでもう出ませんかいやバカお前前前金金でで払ってん、ね前金で 前金先払い1500円ずつお前払ってんねんどうすんねん焼けないですよこれお前ライター貸せんあいつタバコ吸うから草のおい貸せてライターでバーッとあぶってたんやほんだまた来てやめてくださいうちの店もルールがあるのでっていうね焼けないんですよこれがやめてくださいでもやめてください分かりました20分25分全然焼けないもう終わったと思ってもういいや なんか食えるも持んっんてこいやつってキムチ持ってきたんよあ,<ー>あ、これでええやんけん食べたんよ<ー>マジでもう2日,2日寝かしたんかぐらいの氷の固さ <laughs> 硬さかいかたい <laughs> 氷キムチキムチ口の中で転がしたことあるキャンディーみたいに。<laughs> <laughs> ね、新感覚よ、新感覚、舐めれば舐めるほど甘辛いのが出てくるのよ、<laughs> 甘辛いのが、いや、うま、ん、そうやんなんか、そ<う>逆に、で結局、肉も焼かれへんから、箸でもうぐんぐん潰して、潰して焼いて、えーで、ホルモン3、4でうで、んうん、食べて、うん、で帰,帰って帰りがけにもタクシーも止まらへん、そういう時はついてないから、あ<ー>で鍋たまに、ダイエットもあるから、痩せて帰るか、はいって言うから、いつは、お前ちゃんとガムもらってるやんつって。 焼肉がガ出ます前お口のとか素直はあんま食うてないの、うん、いや兄さん違います」「キムチです」「またキムチ舐めてて」「<laughs> 出せそのキムチも」「もう口から出せ」「転がすなキムチを」「キャンディーのごとし」